まずさ、私がこんなに遅く登場することってある？こう見えて結構人気キャラよ。あ、そういうことか。ならいいよ。それはゆっくりなんだからゆっくり話すのは当然なんだよ。みんなが普通に話すのがおかしいというか、私はみんなが聞き取りやすいようにゆっくり話す。ソフィアチャンネル。まさか、ゼロ娘でもか。これはただ事ではない。成功心よ。これ以上の敗北は。大丈夫ですよ。私の敗北はありえません。しかし、私はこれ以上お前たちを。まさか、諦めるおつもりですか。そうなればゼロムスたちの死は無駄になりますよ。それでもよろしいのですか。戦わないという選択肢は、我々にはありませんよ。たとえ私たちが死んだとしても、あなた様がいれば十分。そうです。あなたは見届けるだけでいいのです。いつでも代わりを作ることは可能でしょう。悲しみを背負うことはありません。私たちは、あなたに喜びを、汚れなき世界のために。そうだな。すまない。任せたぞ。お前たち。ふふふ、それでいいのですよ。あなたには全ての権利がある。一つの世界だけ求めればいいのです。それでは、私は時間になるので。お前、どう思う？負けると思うか？さあな、相手はソフィアだろ。あやつにそこまで力があるとは思えんがな。それよりも、お前気づいてるか？何のことだ？どうやら我々の世界に入り込もうとしてる者たちがいる。念のために結界を張っておいたがな。へぇ。ちょっと見てってもいいか？暴れたりするなよ。大丈夫大丈夫。じゃあちょっと行ってくるわ。これは参ったわね。今のは結構本気でやったんだけど。我々だけでは厳しい。協力者が必要だな。あははは、なるほど。幻獣どもか。お前ら程度の力じゃ、あの結界は破れんぞ。誰だ貴様。我は六神、幻神でも探しに来たのか。やはり、あの中におるのか。幻獣王様を返せ。お、おい。はぁー。無理だぜ。妙な技は使えても力はその程度か。火球魔法で十分だな。ダーク。バカだ、そんな小さな技で防げるか。なに？あ、あ。バカ、予見か。グッ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 。当たるまで逃れられんぞ。グッ。ここで幻想郷を滅ぼすわけにはいかん。受けるしかないか。な、なんだ。止まったぞ。あれ？お、お主、誰だ？うん、おかしいな。地形に影響がない。受け止めたのか？まあいい。生きてるわけがないからな。よう、どうだった？どうやら幻獣たちが動いているらしい。お前を探しているみたいだ。あららら、帰らないとまずかったか。まあ多分死んだから大丈夫だ。てめえ、幻獣に手を出してんじゃねえよ。一応私が従える者たちだぞ。え、そうなの？ごめん。ぶっ殺してやる。静かにしろ。なるほど。ならば他の者たちも動くかもしれんな。時間になる。見届けさせてもらうぞ。もう、あれだけ泣いたのに。涙が。小悪魔さん。サナエさん、どうしたんですか？ふふふ、いいんですよ。無理に笑わなくても。え？ずっと見てましたから。あ、それは、ちょっと、お聞きしたいことがあって来たんです。聞きたいこと、ですか？はい。戦いに行く前、昨夜さんと話していましたよね。ロロさんのこと。え？ロロ、知っているんですか？はい。何度かお会いしたことがありまして。最初は確か、お友達さんの家に行って、除霊とかしてあげましたけど。あ、そうだ、確かあの時、サナエさんの名前を言っていたような。ロロの知り合いとして、こうして出会うなんて、なんか奇跡みたいですね。ふふふ、そうですね。本当におせっかいな人でしたよ。いい意味でも悪い意味でも、結果的に助かったんですけど。ロロは何をしたんですか？私の背中を、押してくれたんです。私はすぐ幻想郷に来てしまったので、わかりませんが、ロロさんはまだ元気にしているんですか？
よかったら、少しお話を聞きたいです。ゾロは、事故で、亡くなってしまいました。え、ごめんなさい、私。大丈夫ですよ。ゾロは、最後に笑っていました。きっと後悔はないと思います。ただ、もし生きていたら、たまにそう考えてしまうんです。そうですね。とても優しい人でした。咲夜さんとも一緒だったんですか？そうですよ。いつも、三人で。でも、一人じゃない。そうですよね、小悪魔さん。はい。あれ、ソフィア。え？なんかタイミング悪くてすみません。また出直しますね。あ、大丈夫ですよ。私、もう離れますから。私、サナエさんに用があるんですよね。え？私ですか？はい。それじゃあ私は戻るね。あ、ありがとうございます、すみません。話って、何ですか？そうですね。どこから話しましょうか。メール、読みました。メール、一体、何のことですか？私は遠いところへ行きます。今までありがとう。さよなら。え、それって、確か私が。思い出して、くれましたか？ちょっと、見た目が変わってしまったんですけれども。でも、どうして、どうやって幻想郷に、なんで髪染めたんですか？髪も聞くんですか？そうですね。いろいろあったので、お話しさせていただきます。私が幻想郷に行った後に、髪によって過去に戻され、三頭身になった。それマジな話ですか？あはは、信じがたい話ですよね。そしてその力を与えた奴が、今の六神を従えている神だと。相変わらず頭の回転が早いですな。先輩がいつも何も考えてないだけですよ。考えてますよ。例えば、帰ったら何食べようかなとか、どうでもいいこと考えるな。よかった。変わってないや。サナエさんも変わって。サナエさん。また胸大きくなりました？今それ言うシーンじゃないでしょ。あはは。つい。サナエさん。何ですか？もし無事に帰れたら、私と一緒に。時間のようですね。皆さんのところへ戻りましょう。はい。あ、ソフィア。相手からは何か。いや、まだだ。皆さん、ごきげんよう。私は聖光神。前回と空間を消滅させる役割を得ている。悪いけど、今回は私が一人指名させてもらうわ。誰を指名するのかしらん。そこにいるのでしょう？女神ソフィア。私。なぜ私なんですか？ふ、似た者同士だからよ。もしあなたが来なければ、戦わずに消滅させることになるから。よろしくね、ふ。それじゃあ待ってるわ。おい、ソフィア。今のやつと知り合いか？いえ。知らないです。なんかお前に敵意を感じられたが、恨みでも買ってるのか？いえ。覚えがないんですが。ママが行くなら私も行く。絶対一緒だから。ミネ。一緒に連れて行け。お前と一緒の方がミネも安心だ。それに、一緒なら、あれになることもできるだろ。そうですね。勝率を高めるためにも、あたいも行くよ。チルノさん。心配しなったって、あたいも覚悟はできてる。冗談抜きで本気だよ。友達が頑張って戦ってるんだ。あたいだって戦うためにここに来たんだ。行かせてくれ。チルノちゃんが行くなら私も。わかりました。一緒に頑張りましょう。ありがとう、ソフィア。あと行ける人数は一人です。誰か行きたい人はいますか？私が行く。ニトリさん。しかし、そのロボ。ハッシャンだよ。ハッシャンさんは、一緒に連れて行けないですよ。私が個人で行くんだ。行かせてあげなさい。そいつはバカじゃないだろうし、何か考えがあってのことだと思うわ。わかりました。それでは、行きましょう。あの中にいるのね。あれを使う相手が、ニトリさん、頑張ってください。ねえママ、ハッちゃんだよ、ハッちゃん、覚えた？はい、すみません。覚えました。行きますよ。急に飛び出して、どこに行ったんだろうか。それと、何かいつもと雰囲気が違ったような。
はぁ、探しに行った方がいいかな。おや、これは助けてもらって悪いな。しかし、お主は一体何者なのだ。聞けばあの六神の技を吸収したそうじゃないか。あんな莫大なエネルギーを吸収できるものなど、この幻想郷にはいないはずだが、一体何者だ。私の名前は、ルーミア。チルノや大妖精の友達さ。チルノの友達か。あ、その、すみません。妹がお世話になってますー。だとしてもだ、なぜ我々を助けた。こやつが、その友人の姉だということは知らぬであろう。特に助けた理由はない。ただ、復活するにはちょうどよかったからさ。復活？私はあるものによって消されたんだ。しかしどういうわけか。再び力を取り戻し、肉体を得ることができた。しかし、あまりにも力が足りなかった。だからちょうどよく闇の力を見つけたから吸収した。それだけだ。あなた、本当にチルノの友達なの？助けてもらったか、さすがに怪しいぞ。貴様、何者だ？私は、ただの闇さ。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。よかったら高評価、チャンネル登録をお願いするわ。最新の動画や再生リストがございますので、ご視聴していただけると嬉しいです。じゃあ、あとお願いするわね。早くしないと普段にプリン食べられちゃうじゃない。はこの真ん中のやつだぜって言ってる場合じゃねえ。どこに逃げた？あそこか。逃がさないわよ、マリサー。ちょっと借りるだけだって。あ、ごめん。